皆さんこんにちは、ケンです。本日はイオンモール時内にあるトイファクトリー時店にお邪魔しております。こちらのトイファクトリー時店を取材したいと思います。それでは行ってきます。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トイファクトリー時店っていうのはどういったお店なんですか？トイファクトリー時店ですね、はい、メインとしては自転車ミニベロを販売しているお店になりまして、ミニベロ、はい、はい、であとは、まあ、展示車数台、キャンピングカースーパーロングのものですね。あとはレンタカーの貸し出しだったりも、はい、はい、やっておりますので、まあ、本当にスーパーロングバーデンと言われるレイアウトと同じもののレンタカーが3台と、あとナローサイズの車が3台ご用意しておりますので、はい、その中にはペット OK のワンちゃんとかも乗せられる車両とかもございますので、じゃあそういったお店になっております。じゃあ早速なんですけど、細かく見ていきたいと思うんですけど、はい、まずあちらからですかね、はい、いろいろ紹介していただければ、はい、トイファクトリーさんは、はい、僕すごいもうハイエースメインで扱ってるのかと思ったんですけど、はい、こういうふうに今これ N ボックスになると思うんですけど、 N ボックスのカスタムとかもホンダの N 版になっておりまして、 N 版ですか？失礼しました、はい、N 版です。はい、で、カスタムっていうよりはこういった感じで、ベッドマットキットの販売をしてますよっていうものになっております。こういうのを販売してるってことですね。はい、で、まあ、N 版このままだともう何も載せてない状態だとフラットにはならないので、はい、こういった家具ですね、こういったのをつけて、でベッドマットを載せていただくと下にスペースを生みつつベッドをフラットにして寝ていただくことができるので、実際自分身長170センチぐらいなんですけど、はい、ハンドル側でも全然足伸ばして寝ていただけます。結構広いですね。結構広いです。このベッドキット取り付けるためには、はい、何かそのセカンドシートはもう外して、セカンドシートそのままでいけます。そのままでいけるんですか？はい、でナンバー登録も4ナンバーのままなので、はい、この家具ですね、これがセカンドシートの上にまで足が乗ってしまっているんですけれども、はい、スライド式になっておりますので、使わないときは足をしまっていただいて、はい、ベッドマットをこの家具の上に積んでいただくっていうことができます。はい、室の方にこうスライドさせて、はい、通常通り4人ですか？そうです、4人乗れます。でこういうふうになると、はい、こういうのはオプションで販売してるんですか？そうですね、このサイドボードもオプションになってます。でこうサイドボードにつけるこちらのテーブルとかもオプションになっておりますので、これ全部込み込みで 車両の価格込みで250万ぐらいの価格となっております。あ、それを込みで？車両込みです。後付けでできたりは？後付けでもできます。後付けでも、はい、なるほど。とあとはこちらのジムニー、ジムニーもございます。すごいですね、自転車も積んであって。そうです、本当にジムニーこの状態でフラットにしてしまうと中結構狭いので、うん、自転車だったりだとか物が積めない状態になってしまうので、まあ、フラットにする時のおすすめとしては上に、まあ、ベースバーだったりだとかベースキャリアつけていただいて、自転車用のサイクルキャリアつけていただいたりだとか、ルーフキャリア乗せてボックス積んでいただいてキャンプ仕様とかもできるので、はい、ジムニーは大人気車両ですよね。そうです、今アウトドアする方にとっては。自分も今ジムニー乗ってるんですけれども、はい、大体1年ぐらい納期かかりました。納期も長いですもんね。そうです。こっちから見させていただいて、これもセカンドシートを生かした感じの？そうです、ただジムニーの場合は4枚積む場合ですと、はい、セカンドシートはもう常に倒しっぱなしになってしまうので、実際、まあ乗車定員2人にはなってしまうんですけれども、うんうんうん、この車両だとハーフサイズといいまして、はい、助手席側の2枚だけ、はい、っていうのでもご購入していただけます。でも十分大人2人寝れますね。そうですね、ジムニーもやってると。やってます。ジムニーはさっきの N 版と違って、はい、家具の積んだりとかっていうのはないので、もうフラットに助手席を倒した状態、セカンドシートも倒した状態でベッドマットだけを乗せていただくっていうようなカスタムになってます。なるほど、こういうのも作られてるんですね。はい、ちなみに、はい、今ジムニーでついてるサイドデカール、はい、N 版にもついてるんですけど、はい、オレンジ色の、はい、あれもうちで販売しておりますので。あ、なるほど、はい、おしゃれですね。はい、ありがとうございます。サイドですね、サイドサイドのデカールです。アウトドア感が出ますね。そうですね、まあ、時店のメインとも
なってるミニベロですね。はい、ミニベロ、はい、まずじゃあここから行きますか。もうパッとあのもうミニベロといえばもうブロンプトンみたいなところあるんですけどこれはもうすぐ買えるものが展示されてるんですか？そうです、もうこちらのすぐ即納できるものとなっておりますので、それ以外にも在庫、箱から出してないものですね、はい、新品のものが数台ご用意ございますので、ご希望のお色と変則段数だったりだとかお伝えしていただければすぐにご用意はできますので、基本的には当日中に、はい、お渡しさせていただいてます。展示のものは 私、はい、私もいつかブロンプトンを乗りたくて。ありがとうございますこの特にラッカー色というか、はい、光沢ある。そうですね、ラッカーがやっぱり定番色で、去年ぐらいからちょっと暗めの色にはなってるんですけれども、まあ、やっぱりこの圧倒的人気ですねブロンプトンの、ね、カスタムパーツも豊富ですよね、はい、このお店は展示量がもうすごいですね、パーツが本当にすごいですね、はい、これ限定のやつとかもありますよ。そうです、マニアックなんでありがとうございます。これもう残りラスト1個なので、ね、これ手に入らないですよね、はい、1個現物あるんで特典もね、ヨークシャーと、はい、あとはアリゾナといろいろ限定サドル3種類ぐらいあるので、うん、このサドルバッグとかもありますし、はい、であとはもう少し高額なものでいくと、はい、リディアのパーツ、リディア、はい、ブロンプトンのカスタムパーツとかもなかなか、うん、自転車屋さんで置いてるところも少ないと僕は思ってて。そうですね、私もミニベロ持ってて、その、はい、リディアとかでカスタムしてるんですけど、はい、そういうね V ブレーキのパーツとか、そうですね、レバーとか、あとはもうねブロンプトン専用のリディアパーツとかも、はい、置いてあります。もう現物あるんですぐ買えちゃいますね、はいなんでね、あのブロンプトン普通に買うだけじゃなくて、はい、カスタムして納車っていうのも、はい、すぐできちゃう感じですね。はい、とにかくミニベロすごいですね。はい、あの展示台数も103、ミニベロだけで130台近くとございますので、はい、基本的にはご希望の車両が普段も全くお目にかからないものとかもあったりするので、東海地区でも、はい、もうナンバーワンぐらいの品揃え量じゃないですかね、はい、展示車のミニベロの、はい、展示車で言えば最大級となってます。いろんなちょっと変わったミニベロあるので見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ入り口の方に来たんですけども、まずミニベロ目引くのがあって、これ見てください、超小径の8インチのキャリミーですね。畳むとこういう風に縦になって、すごい運びやすい、はい、もうマニアックな自転車ですね。これ紙 A4 サイズで収まるサイズと言われてますので、はい、実際玄関に置いておいても傘立てとかと同じぐらいのサイズとなってます。すごいおしゃれです。隣がバービー、はい、これも人気ですよね。そうです、最終的に行き着く先がブロックがバービーで、はい、アウトドア好きな人とか、はい、オフロード走りたいって人だとこういう風にバーディー選ぶ人が多いイメージです。そうですね、であとはもう本当に最近あんまり入ってこないクラシックの昔ながらのストレートチューブのフレームとかも展示ございますので、はい、バーディーも品揃えがすごい豊富ですね。ほぼほぼある感じですよ、はい、私が知ってる限りだと、はい、これもすぐ納車できて、これもすぐ納車できます。あと試乗もできるそうなんです、はいはい、今だとスタンダードとエアーですね、はい、この2つが試乗車ございますので、あのイオンモール内 の広場にはなってしまうんですけれども、そちらで簡単に試乗していただいて、で乗り心地だったりだとかブレーキの軽さとかっていうのも比べていただけますので、試乗できるのもすごい珍しいと思いますし、はい、その試乗できて買えるっていうのいいですね、はい、それはもうこういった高級なんであんま乗れないとか、はい、見て買うしかないっていうのが多いと思うんですけど、試乗もできるのでぜひ行ってください。はい、じゃあこちらですね、私もちょっと乗らせていただいたあのメイトですね、あの芸能人の方が結構乗られてて、まあ、これ E バイクです。でパッド E バイク、ミニベロ、折りたたみなので砂浜とかも走れて、はい、もう走るところ選ばないですよね。そうですね、タイヤも20インチの 4.0 と結構もう極太のファットタイヤになってますので、使いづらい点で言えば駐輪場に入らないことですねそうですね、タイヤが欲しいですね、はい、で私乗ったのメイト X っていうやつになって、はい、その試乗車もあるんですよね。
試乗車もございます。試乗できるのここだけじゃないですかね、東海では。そうですね、なんか見たことないですね。東海で の, 取り扱っている店舗がもううちだけになりますので、なんかこれだけ見に来る価値ありますよ、はい、中にはお客さんで、帰ろうとしてて窓際からメイトの影が見えたから急いで止めてきたっていう方もいらっしゃいます。バイクかこれみたいな、自転車かみたいな、はい、でね、メイトは種類あって、ちょっとねこれだとハードル高いって人だとこれ細いのもあるんですよ。そうですね、メイトシティってやつ。メイトシティです。こういうね、まあ、駐輪場に入るサイズもありますからね。はい、まあ、これは私あまりちょっと知見がないんですけど、はい、これは E バイクですか？ E バイクです。折りたたみができる E バイクとしてベネリさん、もともとイタリアで、まあ、バイクだったりだとか、はい、それこそ、まあ、銃ですねとかを製造しているメーカーさんなんですけれども、はい、そこがそうですね、銃とか製造しているメーカーさんです、ね、なんですけれども、まあ、そこが E バイク事業として、はいはい、出してきたのがこちらので、一番今スタンダードなモデルとしてあるのがこちらの N2.0 っていうモデルと、もう一台、こっちもそうですね。あ、こっちも、はい、これも16インチのモデルなんですけれども、折りたたみができる E バイクとなっております。これはデザインがもうね、先進的というか、はい、おしゃれですね。これも人気ありそう。そっち出しましょうか。あ、そうですね、すごくおしゃれですね。これは折りたたみではない、ね、折りたたみできます。折りたたみもできる。できます。なんかブロンズドみたいな感じなんですかね、はい、あ、そうです。この感じで見ると後ろをまずくるんと持ち上げていただいて、あ、なるほどなるほど、はい、で、あとはもうハンドル畳むだけです。で、E バイクってことですね。そうです、ハンドルの角度気になる場合は少しハンドルもグッと向けて、あとはサドルは下に置いていただければ、うん、すごいコンパクトですね。しかもなんかその E バイクなのに18キロぐらいなんで、はい、まあ、結構軽い方に入ると思うんですよ、E バイクの中で。ただ持ち運びすごいしやすいです、ね、そうです。箱横向きでも入るので箱にもいいですね。結構スペースになります。これもいいですね。しかもなんかその、はい、私も E バイクも今検討しておりまして、はい、またぎやすいやつを探してて、これもなんか結構またぎやすそうです、ね、はい、そうですね。フレームがやっぱり低めにあるの で, 真っ直ぐなんで結構またぎやすいものにはなってます。折りたたみが非常に簡単でございます。これはちょっと知らなかったですね。知らない人多いんじゃないですかね見てる人あんまり置いてないですね。そうですね、はい、メイトナですね、はい、これは。そうです、この2台に関しましては弊社のオリジナルのカラーとなっておりますので、限定色の2台になってます。なんか女性に人気出そうなピンクとか。そうですね、であんまり物としてもない結構淡い感じのマットのピンクになっているので、それこそツヤありのものとかよりは結構かっこよく、はい、女性の方でも似合うようなものになってます。トイファクトリーさんとコラボのやつも。そうですね、こっちが、ザ・ベスビー。そうです、とベスビーの PSA1、PSF1 と折りたたみができるものできないものにあるんですけれども、はい、特徴としましては、まあ、やっぱりコントロールパネルと心拍計だったりとかをつなげることができるので、うん、比較的、まあ、フィットネスなんかにもダイエットも健康目的とかでも使っていただけますので、そこも非常におすすめとなっております。レスビーは面白いですよね。モニター表記とか。そうですね、あとはサスペンションもついてますので結構乗り心地もいいバイクとなっています。レスビーの、ね、会社のシリーズもここにいっぱいありますね。そうです、レスビーさんのものが結構もうずらっとございますので、はい、ございます。あ、あれか、あれなんか知ってるぞ僕もあまりお目にかかったことないんですけど、これ多分相当いい自転車だと思うんですよ。わ、これはあれですね、タイレルさんの FX α となっております。なんでスピード求める方というか。そうですね、でやっぱり折りたたみに見えない折りたたみ自転車っていうのがやっぱりタイレルさん の, 求めているものになってきますので、実際これも折りたたみできてすごいコンパクトに取り回しもしやすいんですけれども、走行性能があって、でフレームもやっぱりスラントフレームっていうここの真ん中のパイプが入ってるんですけど、はい、これがやっぱりすごい非常にカッチリとした乗り心地になってます。走行性も強そうですし、はい、わあ、私これ初めて見ました、はい、
でもう少し向こうですと、こちらもう一個もっとすごいのが、ほら、あのもうロードバイクですよ、ね、すごい105がついてる、しかもキャリパーで、はい、ね、美しいっすね。20インチ最速ですか、これ20インチですね。20インチだとは思えないぐらいの乗り心地です。もう本当に個人的に自分すごい激推ししてるんですけど、やっぱ香川の工場でハンドメイドで作られている黒森のフレームなんですけれども、やっぱ黒森らしさっていう、その合成の柔らかさだったりだとか、しなやかな走りっていうのが特徴 でこれもやっぱりミニベロっぽくないしっかりとした乗り心地なんですよ。これも今こんなところにあるんですけど試乗できます。あら、はい、試乗してみたいです。これ、はい、輪行にもいいですし、はい、折りたたみもできるんですよね。輪行もできて折りたたみもできます。スタッフさん一押しの、はい、軽い10ぐらい、どうでしょうね、重量10キロぐらいですね。でカーボンフォーク、カーボンフォークです。ここでなんかこう折りたたみできる感じですよね。そうです。すごいな、めちゃくちゃかっこいいし、これはもう後でちょっと移動させてください、はい、これちなみに限定のファーストロット一番最初に入ってきたものなので、うん、一番最初に入ってきたもの、はい、もうファーストロット限定のステッカーとかも貼ってあります。もう紹介したらすぐ買いに来る人いそうです。これが試乗車になっているの で、ね、ちょっと要相談ということで、要相談です。だからそのカスタムもね、あとで105よりアップしてリライアにしたりとかすると、はい、もっと軽くなりますし、はい、すごいですね。でフレームのオーダーも、例えば DI2 使う場合ですと DI2 用の穴を開けるだったりだとか、無線式のコンポ使う場合はもうフレーム の穴開けずにっていうこともできるので、そこもすごい、ダボ穴の数だったりだとかっていうのも本当に一からオーダーしていただけます。そういうこともしてくださるメーカーさんになるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、やっぱトイファクトリーさんといえば、やっぱハイエースのキャンピングカーっていうところがめちゃくちゃ有名なんですけど、その展示車もこの時に展示はあります、はい、っていうね、ワンちゃんと一緒に乗せれる、はい、そうですね、はい、こういう生地の素材のやつだったりとか、以前トイファクトリー岐阜本社の方で紹介させていただいてるので、少し割愛はするんですけども、こういったものも、まあ、岐阜本社さんよりイオンモール時さん近い方とか、はい、まあ、遊びに来たついでに見ていただけて、はい、で興味持ったらね、本社の方も結構台数多いですからね、はい、そうですね、見てても楽しいと思います。はい、はい、実際に本社だとちょっと敷居が高いよっていう方も、はい、もうこちらだともうフラッと来ていただいてキャンピングカー見ていただけますので、はい、はい、数台揃ってますんで、じゃあ最後に今私がちょっとアンバサダー務めて乗らせていただいた箱ですね。これは私から説明しますね。箱は今既存のハイエースにこういうふうにユニットとしていろんな種類がありますので付けることができて、でましてこのユニットをですね、自分好みでカスタムできる。まあ、こういう風に引き出しだったり、扉だったり、なのでいきなりそのねキャンピングカーだと、はい、まあ、敷居が高かったりする方もいると思うので、はい、まあ、もしハイエース持ってる方でちょっとそのライトキャンピングカーといいますか、はい、積載量を増やしたりとかシンクつけたいとかそういった方に、まあ、おすすめの、モビリティユニットになっております、はいはい、でこれも見れますし、私も動画で紹介してますのでぜひご覧になってください。でせっかくなんでこっち私の持ってるタイプとは違うタイプの A パッケージですか。これ A パッケージです。 A パッケージの箱ですね。私の2段になってるんですけど、これ1段の仕様になっていて下にキャリビーがありますね。キャリミーだとやっぱこういった寝かせておくっていうこともできますので、はい、
これ多分標準ボディのハイエースなんですけど、私と一緒なんですけど、はい、1段にするとやっぱ広いですね。そうですね、ここでやっぱスペース、あの2段だとちょっとあの出るときとか頭かがめたりとかちょっとぶつけちゃうこともあると思うんですけれども、うん、やっぱ1段の分だとその分あぐらかいたりとかっていうのもしやすい、くつろぎやすいスタイルになっているので、うん、もう今今日来てすごい参考になりました、はい、箱箱は例えばあの家族が増えたとか、あのワンちゃん買いましたとか、趣味が変わったっていうときに、まあ、例えばこういうふうに1段下げたりとか、はいはい、家族増えたから2段にしたりとか、はい、いろんなカスタムができますので、もしハイエース持ってる方、標準でもワイドでも持ってる方いれば、もう参考に見に来てください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、皆さんイオンモールトイファクトリー特典にぜひ遊びに来てください。はい、お待ちしております、はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。